今回の動画は下腹に簡単に効かせられます。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、たったの20回で腰が痛い人でもできるだるま腹筋の下腹バージョンというのをね、一緒にやってってもらえたらと思います。腹筋が苦手な方とか腰が痛い方はですね、ちょっとね、普通の腹筋では上半身を起こしにくいので、背中を丸めた状態を作って起き上がって下腹を鍛えるというようなやり方がベストです。まず説明します。まず腹筋が苦手な人のあるのが、上体が起きない、背中がね、このように背中が丸くなれなくって、上体が起こせれない。そういった方は腹筋が難しいっていうのと、あとは下腹を腹筋するときに、腰に隙間が出ちゃう人、足を動かすときに腰に隙間が出ちゃう人は、腹筋に効きにくいです。なので今回は、その2つを改善したやり方になります。まず、足を抱えて、頭を下向いて、こういう、だるま腹筋。に加えて下腹を効かします。やってみます。起きたら足を伸ばして、抱えたら戻る、伸ばす、曲げる、持つ、倒れるといった感じでですね、20回一緒にやっていきましょう。ポイントはお腹をしっかり引っ込めて、できるだけ1往復で一呼吸っていうのを目指してください。戻った時に吸って、っていう感じです。ここで吸って吐く、ここで吸って吐くという感じになります。なので足を伸ばす時とかは、もうお腹をしっかり引っ込めて息をしっかり吐いてください。では今から20回一緒にやっていきましょう。では行きましょう。5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、ラスト。あー、お疲れでした。どうでしたか、下腹、だるま、腹筋。意外とね、たったの20回でも結構効きますよね。まあできる方はもう1セット、もう2セットやっていくとですね、下腹結構効きます。よくですね、上半身ガリガリ、下半身太ってる、そういった女性はですね、骨盤周りと下腹周りがですね、筋肉が衰えて内臓が下がってしまってですね、下腹ぽっこりと、ああいう感じになってしまう人がとても多いです。まあ基本的に脂肪も筋肉もつかなくって、お尻とかね、太ももの上半分ぐらいがね、ボコッとお肉がつきやすい人、そういった方はね、今回の動画がおすすめです。骨盤周り、下腹周りしっかり鍛えられますんで、まあ、今回みたいな20回だるま下腹腹筋バージョンをやってもらえたらと思います。頑張った方はね、コメントやグッドボタン、またよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。いやーん。